します。あの僕爽やかになりたいんで、テニスをやります。あ、テニス。はい、そうなんですよ。まあね、爽やかが。ね、今でも十分ね爽やかだと思うけど。爽やかじゃねえよ。いやいや、爽やかだと思う。いや、さっきもこのくらいやったら。爽やかですよね。ね、十分ね。爽やかじゃねえんだ俺。あ、そう。分かってんだから、36年それで。ああ、でもテニスやるのはすごいいいと思う。まあまあまあ、まあ、それでいいですか。ちょっと目薄めれば、あの、錦織圭に見えるもんだって。見えるかね。よっぽど細くしないと。いやいや、見える見える。だとしたら目つぶって頭で考えた方が早くない。いやでも見える見える、こうやってやったら錦織圭に見える。あれ、錦織圭漫才始めたのかなみたいな感じ。だいぶ細めないとダメ。だからその分目開けてよく見るとその箱感が強い。箱感。そうそうそう。何箱感っていうの。箱感がちょっと出ちゃう。新食感みたいな。チョコレートみたいな。ちょっと箱すぎる感じが出ちゃうんだけど。いやいや、箱すぎるなんて初めて言われた。箱、爽やかとかどうでもいいよ今その箱感について語ってくれた。あれ箱かなと思ったけど、あ、近づいてくる、あ、人かみたいな。箱感はすごいな。人ですらないの俺。うん。箱感が強すぎるから。箱感って、うん、だちょっとテニスやってその錦織圭感を出した方がいい。もうちょっと。まあそうだけど、うん、でね、ここでいいお知らせがあって。なんだよ。テニスすごい好きなの。だから教えてあげるよ。いやいやす、いやいやです、いやいやです、もう嫌です、いや、本当に教えてあげる。いやす、もう合意なき漫才やりたくないんですよ。ちょっと上がった上で、お互いが納得しようとやった方がいいと思うんですよ。そのままもう親から取ってるから、5位は。親が言ってんの。そうそうそう。うちのだうちの息子、すごい箱感がすごいんで。箱感が出てる。そうそう、箱すぎるから。親もそんなこと思ってるの、うん、だもう全部とは言わないけど、ちょっとでもいいからその箱感を取ってほしいっていうのを言ってるから。テニスやってね、爽やかになって病気なの箱感って。そうそうそう。だどうしてもお願いしますと、福田君教えてあげてっていうさ、箱すぎるからって。そうそう、言ってるから親が。親が言ってるのか、因果応報みたいな。そう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 。なんか分かんないけど、親も言ってるし。ちょっとテニスでやってみようよ。え、爽やかになるために。ちゃんと爽やかになりたいからね、うん、俺は。で、まずテニスはサーブが重要だから。あー、最初の打つやつね、うん、こうやってな。で、サーブやって、はい、入んなかったらもう意味ないから、はい、あ、試合にならないし、ね、まあ、入んなかったらもう終わり。あ、終わり。だったら家で塗り絵してた方がいいぐらい。そんななの。自分のね、自分の顔に。自分の顔に塗り絵してた。そして鏡見て。そう、した方がいいぐらい。ハロウィンじゃん、それじゃ、うん、だから、サーブがそれぐらい重要なの。あー、そんぐらいして。ちょっとやってみて。うん、見てやる。うん。だから、ヨーヨーじゃねえ。ヨーヨーじゃねえよ、お前。くだらねえボケだな。やる気一気なくすだろ、お前。で、上げてそう。こうしろ、こうしろ。あまあでもやっぱ素人の打ち方だね、それは。やってたよ、こうやって。いや、違う違う。あのね、もうちょっとボール高く上げないと。おー、はい、はい、うん。ボール高く上げ、打点を高くしないと、やっぱ行かない。ネットにかかっちゃうから。あ、角度が大事ってこと。高いところで打たない。あ、はい。だから、高く上げる。もっと、もっとボール高く上げる。もっと。もっと上げたら、もっと全力で。そうそう。あの、そのじゃもう利き腕で投げちゃっていいか。利き腕で、そう。それぐらいでいい。やってる？やってるやってる。ケイ君やってる、こんなこと。やってるやってる。画面に映ってないだけで。そうなの？見切れてるだけでやってる。そうです。見切れてるってどこ？上すぎるから。上すぎる。で、打つときちょっとやって。打つときはこうでしょ。あ、いや、それだと多分本当ね、前に行かないと思う。あのね、打つときこう胸を張る。あ、うん。そう。打つとき胸を張って、こう腕を伸ばして。あ、腕張って。そう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 。はい。もっと張る。もっと張る。でも忘れ、そうそう、で忘れちゃうじゃん、胸張るの。だからもう最初から胸張ってた方がいい。最初から。そう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 。最初からずっと構えて胸張ってそれで打った方がいい。あ、そう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 。こういう感じの方がいいと思う。箱感強くない？うん。打つ時だけはしょうがない、その箱感は。打つ時だけな。で、ちょっと投げるとこれやってみて。思いっきりだよ、思いっきり上に投げて。そう。思いっきり上げてみて。で、見て確認して、そう、腰綺麗だなみたいな感じで、そうそう、確認して、そう、したら来るからボール、したら胸開いて、胸開いて、思いっきり開いて、で、打って、で、ドヤ顔して、そう、そうそう、入るわけねえだろうが、こんなやってやろ。いやいや、入る入る、絶対入るから。必ずこう戻ってくるわけでもないんだよ、ボール。大丈夫、大丈夫。で、次はストロークね。よく淡々と行くな。そうそう、ストローク片付いてないんだよ。返せないと意味ないから。まあ、ないよな。ちょっとストロークやってみて。あー、なるほどね。ちょっと硬いよね、やっぱね。うん、体が。だからちょっとあの、もっとリラックスした方がいい。打つ瞬間までリラックスして、打つ時に力入れるから。そうそう、リラックスして打つまで。もっとリラックスして、もっともうリラックスしちゃって。そうそうそう、もっといいよ。あの、タバコとか吸っちゃっていいよ、普通に。缶コーヒー飲んで普通に。そう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 。あー、今年も終わりだなみたいな感じで。早かったら、毎年言ってんな、早いって、つって。そしたらリラックスして、あ、リラックスして、そうそう。だからボール来たら、急いで行って、リラックスして。そうそう。で、ボール来たら行って、そう。で、その時声出した方がいい、打つ時に。そう、声出すといいんだよ、そうそうそう、そう、タコって。そう、もっと大きい声。そうそう。あの、タン絡んだ感じで。そう、タン入っちゃって。そ
汚ねえなバカ誰がおい。テニスコート汚ねえだろうがどうなっちゃうんだよ、タンだらけになっちゃうだろ。ついてるけど。あたたついちゃったよ。でね、でもすごくいいと思う。すごくいいと思う。実際はタオルとか出さないからね、うん、言ってる時はね。うるせえ。でね、実際次、あの本番ね、ぜ実際相手とやってるように感じで、相手とやってる感じでやってなかった今。違ったどうすか、どうすか。じゃあまず、一回ボールをやっついてから、で思いっきり投げて上に、思いっきり上に、うわーって確認して、あー綺麗だな、あ飛行機も出てんなみたいな感じで、そう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 。で、来たから思いっきり胸開いて、開いて、スマッシュ打ってドヤ顔するに行くから、そう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 。ドヤ顔、しばらくドヤ顔して、そう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 。そしたらこのまたタバコ吸って帰ってくるから火つけて、で缶コーヒー吸って、どんどん飲んで、缶コーヒー飲んで、さあ待って、来年どんな年になるのかなみたいな、今年あんまり良くなかったかなってリラックスして、そうそう、で弾来たから急いで、そうそう、打って、声出して、そうそうそう、声出して、弾絡んでるから、そう、カッカーンって、そうそう、はい、そうそう、そしたらね、ちょっと膝が硬いから、もっと柔らかくして膝が良く、そうそうそう、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 ロボットの、そうそうそう、そうよく言うじゃん、さあ、アイドみたいな感じで、ロボットの、そう、あれみたいな感じで、そうそうそう、タバコも吸って、そうそう、で、灰皿持ってきて、つって、灰皿、灰皿、そうそうそう、そうそうそう、いいよいいよいいよ、で、もっと打って、で、ほら、いい球来たから、スマッシュ打って、そうそうそう、おー、決まって決まったーしたら、喜びのロボットダンスして、そうそうそう、いいよいいよいいよ、そうそうそう、いいよいいよいいよ、で、ガタガタ、うるせえな、バカ野郎、楽しすぎは死ネタだからね、やめろか、そういうの関係ないんだよ、死ネタです、さ、それはさ、そんな死ネタはどうでもいいんだな、あ、そう、くだらダメじゃん、ダメだよ